今までやった政策で結果が出ないんだったら別な政策するのが当たり前でしょ。しかも30年経ってんですよ。これをなぜやらない。本当に子供の頃からすごい勉強して、なんで大人になったら経済成長を、やめるような政策しか取らないんですかね。そういうふうな教えでも、まあ、受けたんですかね、財務省の官僚たちは。はい、皆さん、こんにちは。ファミリークーメンでーす。今日はですね、これフライパン持ってきました。なぜかというと、これ卵がね、割れそうだったんですよね。なんでね、まあ、割れたまま容器に移すのもあれかなと思ったんで、このまま持ってきました。で、あとはこれ納豆ですね。卵が入ってないです。では、まず、これ食べていきたいと思います。肉豆腐です。食べていきたいと思います。上にかかってるのは、粗挽きのブラックペッパーと、唐辛子です。では、ちょっと肉、食べていきます。うん。で、豆腐。うん。はい。ということで、半分食べ終わりました。んでですね、まあ、本題に入りたいと思うんですけどね。今日は5月18日木曜日。なんですけども、昨日ですね、まあ今年の1月から3月期の GDP 発表されました。でですね、まあ、こちらは TBS ニュースディー、まあ、TBS の、まあ、ニュースですね。そこからちょっとね、そこ、まあ、結構まとまってるんでね、ちょっとそこからお話ししたいと思うんですけどね。で、今年1月から3月期の実質 GDP、年率 1.6% 増で3四半期ぶりにプラス成長、個人消費増加が要因とか言ってますけども、私、まあ、この GDP の話するとき、必ず言うことがあります。単細胞になるなと。どういうことか。年率 1.6% ぐらいで増えたからって喜んじゃいけませんからね。他の国 4%、5% 成長いくらでもありますから。で、日本もそれぐらいの成長できるし、しなければいけない。けど、まあ、この日本政府の、まあ、怠慢政策によって、それを阻止されてますね。じゃあちょっとこれ読んでいきます。ですね、内閣府が昨日ですね、発表した今年1月から3月期の GDP は、実質で、前の期と比べ 0.4% のプラスとなりました。だからまあ4、4、16ですが 4かければ、で年率に換算すると 1.6% の増加で3四半期ぶりのプラス成長となったということです。どういうふうな、要因があったのか。新型コロナの行動制限が緩和され、旅行や外食などのサービス消費が回復したことで GDP の半分以上を占める個人消費が増えたことなどが要因ですということなんですよね。それでですね、まあ、去年の10月から12月の、その GDP は年率でマイナス 0.1% に下方修正されました。これも下方修正。今回の1月から3月期も下方修正されそうな感じはしますけどね。先行きは国内で歴史的な物価高を迎えているということや、アメリカの、債務上限問題、欧米の金融引き締めが続くことが懸念されていて不透明な状態です。いや、こんなの別に、不透明でも何でもないですよ。日本政府がやる気ないだけです。でですね、まあ、ちょっと詳しい数字が、日本経済新聞で載ってるんですよね。で、ちょっとね、それ読んでいきたいと思うんですけども、主に3つです。4つかな。まず1つは、個人消費ですね。まあ、内需の柱、過半を占める。個人消費は、前年比 0.6% 増えた。四半期連続のプラスになった。コロナ禍からの正常化で、外食や、宿泊、交通などのサービス関連が幅広く伸びたということなんですけどもね、0.6%、単純に 4×2.4% ですからね、年率 2.4%。いやー、個人消費がそれじゃあ、私が唱えてる年率 4% 届きませんよ。バカバカしい。じゃあ次に、今度はですね、もう一つの柱、設備投資。今度は設備投資ですね。0.9% 増と。まだ、2四半期ぶりのプラスになったと。まあ、企業の社用車やトラックなど、自動車への投資が伸びたということです。で、住宅投資 0.2% 増と。いうことで。まあ、あともう一つは公共投資がありますね。公共投資はですね、2.4% 増だ。で、4四半期連続のプラスとなったと。伸び率は前期から拡大したと。まあね、去年ですね、去年の12月成立の22年度第2次補正予算の執行が進んだことなどが影響したと。
まあそういうことですね。で、最後、名目 GDP ですね。今実質の話したんですけど、名目 GDP は前期比 1.7% 増、年率換算で 7.1% 増だったということです。7.1% 増がなんで 1.6%、実質だと 1.6% 増か。インフレ率が高くなってるからですね。インフレ率が高くなってる。どういうふうなことかというと、やっぱりあれですよ。エネルギー価格ですよ。エネルギー価格がアップしてるからこうなっちゃうんですよね。と、まあそういうことで、1.6% と非常に低いです。非常に低いです。本当にこの政権は、この政権というか、まあ日本政府、例えば GDP600 兆円に届いたら、またすぐガーンと景気を冷え込むような政策やって、500兆円台に戻すとか、あるいは600兆円行ったとしても601兆円、2兆円を何年間か続ける。そういうふうなことを目指してるとしか思えないんですよね、こいつらの政策は。まあ、日本人としてはたまったもんじゃないですよね。経済成長しないんだから。GDP アップしない。ということは実質賃金もこのままだだ下がり。ということは生活豊かにならないってことですからね。じゃあどうすればいいのか。エネルギー価格は、もうぶっちゃけ原発の再稼働しかないですね。原発の再稼働しかないです。関西の方はもう再稼働してて、それで、電気代が上がらない、アップしないはずですけどね。東京はなんかすごいアップするみたいですけどね。やっぱり原発を動かすと、やっぱそれだけエネルギー供給できるんで。まあ価格アップには繋がらないということですね。だからまあ価格を抑えるんであれば、まあ、原発再稼働ですね。ちなみに私はですね、原発派ではありません。原発に代わる、大体それエネルギー、地熱エネルギーでも何でもいいです。それが本当にまあ、十分な供給力を持つんであれば、持って、それで変わるんであれば、ぜひ変わってもらいたい。というスタンスです。だから何も原発にはこだわってないですからね。そこら辺はご了承ください。で、次にですね、あとじゃあ消費。まあ、GDP で消費と投資ですね。消費と投資。消費は、まあ、だんだん上がってると言っても、また、何パーセントでしたっけ？年率で 2.4%、2.5% ぐらいですか。これを 4%、5% するにはどうしたらいいのか。まあ、簡単ですよ。消費税廃止ですよ。私の大得意の。消費税廃止すれば、GDP、消費増えます。当たり前ですけど。当たり前です。じゃあ今度設備。今度、投資ですね。投資をガンガンするにはどうしたらいいのか。まあ、ここでは、公共事業結構良かったんですよね。2.4% 増で。だからまあ、公共事業をもっとどんどん増やせばいいじゃないですか。小泉政権の初めは確か9兆円ぐらいでした。それからどんどん終わりぐらいには6兆円。それずーっと何十年も、十何年も続けてるんですよ。それじゃあ、GDP アップしませんよ。投資してないってことですから、それ。もういろいろもう公共事業をたくさんやらなければいけない。壊れた橋だとか、ボロい建物。これを直さなきゃいけない。直して将来世代に渡すんですよ。明るい将来を渡すんですよ。これをやんないから、将来世代に苦しい日本経済を渡すことになるんですよ。だからね、投資と消費。もう単純です。だから毎回何回も言ってます。消費税廃止。そして財政出動税。まあ公共事業の投資ですね。投資。公共事業。あとは、研究開発費とか、防衛費とか。まあ、先だっての動画でも防衛費のこと言いましたよね。もう財源国債しかないんだと。ここでも財源国債しかないです。GDP、経済成長するその財源は国債しかないと言っても過言ではありません。と、まあ、そういうことでね。もうね、財務省のお坊ちゃまどもが、もうやることなすこと全部日本経済と日本経済の成長を阻害してることしかやらない。だから成長しないと言ってもいいです。まあ、1996年でしたっけ ?1996 年、97年。消費税を 3% から 5% にした、橋本政権ですね。そこからです。日本のこの凋落が始まったのが。だからここら辺でパンとね、止めるにはやっぱり消費税廃止しなければいけない。今までやった政策で結果が出ないんだったら、別な政策するのが当たり前でしょう。しかも30年経ってんですよ。これをなぜやらない？本当に子供の頃からすごい勉強して、なんで大人になったら経済成長を、やめるような政策しか取らないんですかね。そういうふうな教えでも、まあ、受けたんですかね。財務省の官僚たちは。まあ今日はね、まあ財務省ガツンとまあ、言いましたけどね。今後も言い続けます。
やっぱりね、GDP 年率 4% 成長、これ20年連続でやらなければ話になりません。と、まあ、そういうことで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。